まあ、連休期間でね、まあ、皆さんと会いするのも久々なんですが、はい、我々読売ファミリーの中でもね、よう登場してた、はい、あの斉藤由紀乃ちゃんが、はい、結婚したいうことで、おめでとうございます、由紀乃さんね。その松ヶ下さんっていうね、バンドマン、ミュージシャンね、まあ、我々も一緒にちょっとスマタンの皆さんと以前ね、聞いてますか、はい、聞いてますか、いやいやいやまあまあね、連休明けやからわからんでもないですけどね一緒にちょっと舞台にね、あの野外音楽堂をやった時にね、やらせてもらったり、はい、で打ち上げをしまして、スマタンの出演者とかスタッフとか、はい、我々とかね、我々の、まあ、会社のメンバーとかで、はい、でこう全員で写真撮ったんですよ。ちょうど幸乃さんと松ヶ下さんが、はい、そうなんですよ、で並んでる、まあ並んでるんですけど、中に辛坊さんがおったんですよなんだこのおっさんはみたいな感じで、ね、いやそうですか、まあまあ大事なところなんですが、はい、こう二人がこう寄り添ってるというね、辛坊さんがいないと寄り添ってる感じがすごい感じなんですよ、ね、そうなんですよ、写真なんですけどねお幸せになっていただきたいな、ね、また今年もね、いろいろ、はい、お仕事できたらいいですよね。そうですね、皆さんからもうやっぱりね、2週間分なんでね、これでもね、削ってきたんですけどね、ドヤさんの数がやっぱ皆さん暇やったんでしょうな、暇なことない、いや、やることないんで、忙しい中送ってくださったこういうものをね、入力しなくても喋ったら文字が入るねえ、っていうやつですよね。さあ、これじゃないですか、あなた、これ目的地への最短ルートが分かるってね、あ、これ、兵庫県の松田さんでございます、女性の方ですが、調理家電があれば料理が苦手でも食材を入れるだけで短時間でできるのが便利、100均に行けば欲しいものが安く揃うっていう、あー確かに100均ね、トイレの手洗いです、うん、石鹸、水、うん、音符が順番に出るところがありますよ。あ、あります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 。広島の方ですよ。ありがとうございます。澤さんでございます。ありがとうございます。世の中便利になったなぁと思うこと、それはズバリスマホの LINE です。メッセージが無料で送れてすぐに見られる。これは画期的な発明です。ベタだけど LINE でキムタクの音入りのスタンプがあってすぐに買いました。へえ、音が出る、そのあるんですか？作ります？いやいらないですよ、あんまなくて、いやうるさそう、いやほんまでか、火つけもしかしたらですよ、太田さんとか岡本さんは怒ってくれるのに二人だけです、いや可能性があると、あ矢島さんです、矢島さんいただいてますよ、もう迷わず携帯電話ですって書いてくれてますね、年寄りにはとても信じられない白物です。読売ファミリーの皆さんのお姿が動画で見られるなんて、そんなこと書いてますよ、矢島さんね毎週ご覧、矢島さんご覧いただいてますか、ゴールデンウィーク明けても我々元気いっぱいやっておりますんでね、よろしくお願いしたいなと思うわけでございますが、いや、私電子レンジ、あ、岩切さん電子レンジですよ、はい、ご飯一膳がすぐに温まる、牛乳もお味噌汁も何でもすぐ温まるなんて本当にすごいです。まずはですね、岡本さん2週間ぶりでございますが、理由は問わないでくださいよ、理由はね、申し訳ございませんでした、申し訳ございません、ちょっと岡本さんにごめんなさい、はい、ごめんなさいということでございまして、最近の図書館ですっておっしゃってる、へー、知ってます、行ったことあります、最近の図書館、知らない、私も知らないんですよ、これご存知でしたか、自動貸し出し機っていうの、だから要するにこう受付に持っていかんでも自動貸し出し機、自動でやってくれはるらしいんですよ、続きまして、挙動のもう一方、はい、太田さんでございますよ、ありがとうございます、こんにちは、こんにちは、今回は早めに木曜日に送信しましたと思ったら、ゴールデンウィーク突入するので事後は心が、もう分かってますかね、これ見てはる人何のことか分かってないじゃないですか、便利になりすぎてる感はあります、家電もそうですが、炊飯器も今は食材全部、切って調味料を入れてスイッチを入れるだけでカレーができます、はい、歌手の、横山大輔さんです、歌手の横山大輔さん、人気の大人気の、あのジブリ、はい、ジブリの博覧会が今神戸で行われてるんですよ、オフィシャルサポーターですよ、大輔さんが歌のお兄さんを辞めて一番最初にしたのがジブリのスタジオに遊びに来てもらうことだった、へえ、それがきっかけで、まあ、そういう展覧会のサポーターとかをすごくジブリから
で、はい、子供さんと一緒にお読みいただいても今回ね、いいのかな、ね、子供向けの仕掛けもいろいろ会場にあって、マッコロクロスケがいろんなところに書かれてる。そこですよ、タカちゃん。これ開けてください、はい、ここ、はい、9面にこの博覧会、まあ、博覧会行っていきますとね、はい、子供さんも連れて行きますと、まあ、タコつきますさいな、100円引いてくれるんですね。わ、嬉しい。いいですよ、これ、今回こんなアングルで行きますとね、皆さんスマタントークかいなと思ってる方土曜日の朝のウェイクアッププラスでございます、はいね、最初、辛坊さんもっと硬い感じなんかなと思って、うん、ちょっとドキドキしてたんですけど、ああお話始まったらスマタントークのあのノリでしたね。でしたね。ちょっとそういうのでしたね。ほっとしました私、使うとこがないというか、こんな喋ってええんやろかっていうまあありましたね。ああこれ番組終わった後にね、延々と出演者皆さん交えて、ダ話されるんですよね。そうなんです。橋本五郎さんとか出てくるじゃないですか、あの全員で、全然ニュースの話ここから先もしませんよ。ただ世間話延々とされるの。それが面白いんですよ。めちゃくちゃ面白い。ぜひ見られる、またご覧になってください。そちらの方もね、うん、読売テレビさんの、うん、ホームページですか、はい、ご覧いただいたらいいかなと思います。今回枕ですよ、タカちゃん。もう万年探してる方いらっしゃるんじゃないですか。いらっしゃいます。まだ寝れる方ですか。私すぐ寝れる。あ、すぐ寝れますか。あまり参考にならなくて。あ、ここはちょっと睡眠不足の方一人もいらっしゃるんですけどね。いびき、首、肩こり、ケアにって書いてますけど、もう早めにあのお申し込みいただいたらいいかなと思います。お、ネスタリゾート神戸でございますよ、今回の宿泊場。はい、これまた行っていただきたいんですが、ちょっとタカちゃん見ていただきたいのはその下でございます。はい、夕張メロンでございます。夕張メロン、去年もね、このファミリーでご紹介しましたら、えらい売れまして、うん、あ、そうですか。で、売れたんで、これなんで売れんねやろと、はい、なんでそんなに美味しいねん、はい、なんでそんな安いねんというのを突き詰めるために、はい、なんと、はい、探偵を特化いたします、はい、その探偵が彼でございます。これ美味しいんでね、また皆さんでね、ちょっと試食しながらね、はい、ご紹介して、また皆さんもね、食べていただきたいと思いますんでね。あ、これそうですよ、近鉄のね、ファミリーセールでございます。あの会員の皆さん、私の方からまたメールで、ご参加の希望というか、何度となく問いかけますんでね、ぜひぜひ招待状をね、私のメールからゲットしていただいても構いませんし。ユーミンねえ、ユーミンでしょ。違いますね。違いますか。そうですか。増田由美さんのイベントをね、はい、やってるんですね。結構お客さんいますよね。あ、ですか。いらっしゃいます。いらっしゃいます。あと、巨人ヤクルト戦のチケット販売中もあります。はい、みんなで被ればこう。そう、うん。そんな感じでございます。うん、このね、アフロヘアとパンチパーマって書いてます、はい。パンチパーマ。ハリセン。ヒョウ柄のハリセンをね。ハリセンで。プレゼントして。あ、応援するんですよ。そう。俳優の、西村雅彦さんです。西村雅彦さんですよ、それにの中面で、はい、人気の関西ジャニーズ Jr. の皆さんにご登場いただく、はい、この方でございます。おお、イケメンですね。イケメンなんですよ、お二人ですよ。お兄さんの部類ですか。そうです。うん、ムロ君と向井君。おお、これ見せたらあかんやつ。あかんないです。これ以外にもその次の週には、うん、あの人気グループのあの方とかね、それとかなんとその日に、うん、その日にですよ、はい、デビューするあのグループのあの人も出ます。そのまたにはなんとかジャンプの子も出ますよ、本当に。はい、本日はこの辺で我々2人終わりでございます、はい、ドローンでございます。ドローン。